皆さん、こんにちは、こんばんは。今日は、お買い物紹介をしていきたいと思います。SHEINっていう、海外のサイトかな?ところで、買ったんですけども、ちょっと気になった、なんか、とある方の、ちょっと動画を見て、私も買ってみたくなったので、今回、買ってみました。これは、アイシャドウなんですけど、ネイルにも使えるかもしれないということだったので、ちょっと試しに買ってみました。試しにって、そんなお金余裕ないんだけど。はい、まずこちら。これさ、この、ケースも可愛いって思ったんですけどね。どっから来るの?あ、ん?どうやって来るの?あ、ここ開けなきゃいけないのね。まずこれなんですけど、あ、ごめんね。スマホが変な風に向けた。で、ルーが、真ん中になってるなってか。私は、アイシャドウ、これは、もともとはアイシャドウなんですけど、私は、まあ、ネイルとか、あと、レジンとかにも使える。ないかなと思いで買ってみました。こちら、かわいい色。赤、オレンジとか、まあ、オレンジとかもありますけど、ブラウンとかもありますけど、なんかこういうのを、なんか、キップでつけて、塗ったりっていうことができないかなと考えております。今後ね、どうなるかわかんないですけど。こちらが一個と、まあもう、箱から出していいか。そして、これも同じシリーズなんですけど、よいしょ。まあレジンもね、今は、着色剤っていう名目だけじゃなくって、いろいろこう、応用が、できるようになってきましたよね。もうね、本当に応用がいろいろ。なんか、今までもそうですけど、アイシャドウなんだけども、アイシャドウじゃない、普通のマニキュアだけども、レジンの、例えば、宇宙とか、そういうのに使えるっていうこともあったし、だから最初の頃は、ネイルの宇宙バージョンので、買いました。これは、これと同じシールなんですけど、怖い。めっちゃ怖いんだけど。私さ、自律神経失調症なのかな?手がちょっとこう、なんていうの?震える。なんか、なんていうのかな。時々こう、物を持ってても、うってなっちゃう。手が脱力感を浴びなっちゃう時があって。なんでこうなっちゃうんだろうね。うそ。開かない。これが、同じ種類の色違いですね。はい。こちらは、
ブルー系になってます。私の大好きなブルー系。なかなかね、こういう色って出せないんだよね。あの、レジンとかでさ、こういう色を出したいと思うとさ、中間色とかが意外と、私、作るの下手なので、こういうので、ちょっと今後ね、あの、やってみようかなと思います。はい、これがこちらですね。あ、すごい。あの、磁石でくっつくようになってんだ。はい、これが2枚買いました。それともう1個。ありがとう。値段はこっちの方が高かったんですよ。こっちの方が安いんですけど。ちょっと待ってくださいね。なかなかね。あ、そうそう。母がね、退院決まりました。13日は、今日、5日なんですけど、13日は退院してきます。でも母自体は、治ってないと思うんですよね。あまり変わらない。母も正直、自分で不安がってます。はい。こういう、シーグアムっていうのかな。英語だから全然わかんない。シーグアムっていうのかな。ちょっと、これもさ、多分裏が英語だよね。わかんないよ。おいしそう。よいしょ。ちょっと待ってね。ビニールがさ、薄いのがかぶってあるから。よいしょ。うん、くっつっちゃいます。ビニールが。静電池で手にくっついてくる。これはどっからやってんの？あ、破けちゃった、ここ引っ張ったら。こちらは、こっちは、色が、薄かったっけ？あれ？出ない。あ、これは出た。こういうやつですね。で、色はこうなっております。これもマグネットで、ちゃんとなるの。私ね、この色が気になったの。すごい綺麗なの。で、もちろんこのブルー系も好きなんだけど、このパープルも、ラメが入ってて、こういうのをね、レジンに入れて、多分、同じ顔料だから、使えるんじゃないかと。同じ顔料だよね。自分で勝手に決めちゃってる。はい。今回はね、この3つを購入しました。いやーもうね。これからが楽しみです。こういうね、なかなか、私はグラデーションよく、知り合いから、グラデーションのヘアゴムを
作ってくれって言われるんですよね。で、これが、ちょうどグラデーションになるなって今、ちょっと、キラッと思いました。うん、グラデーションになるかも。まあ、これをね、もっと薄めてやってもいいし。まあ、こっちはブルー系なんですけど、こっちもこのグラデーションになるよね。かわいい。ほんとかわいい。かわいいっていうか、私のお好みの色ってわかるよね。まあ、こっちはいろんな色が入ってるんですけど、この色がすごいのよ。なんかね、ここにね、英語で書いてあるんだけど、ソープオペラっていうのかな。エクスタ、フィージー、ポニーレッド。キャンベル？へえ、ヘイデー。読めない。わからない。と、まあまあ、こんな感じで、買ってみました。今後ね、これからこれを、レジンに、ちょっとね、入れながら、なんか、作ってみたいなと思いました。はい、今日の購入は、シーンで購入した、アイブロウです。結構ね、綺麗な色なので、これおすすめ。これおすすめ。どうしてかっていうと、ここ見てわかるかな。ほら、雪の結晶が2つ入ってんの。これどういう意味かわかんないんですけどね。すごくかわいい。この辺も大好き、ブルー系とか。まあ、ホワイトはね、何にでも使えるので、それこそ、混ぜるときにホワイトを作りたいってときには、これで使ってもいいし。結構この辺も大きいですね。かわいい。なんてかわいいんでしょう。これもね、まあ、これグラデーション作るのにいいなって、ちょっと思いましたね、今。うん。こちらは分岐色。今わかりました？こうやってやったときに、ふってこう、手が動いたでしょ？これね、無意識になんか動くんですよ。なんかね、手が変なんですね。まあ、それは置いといて。はい、今日はね、海外のシーンから、アイブロウを買いました。まあ、私はアイブロウとして買ったんではなくて、まあ、レジンの封入着色剤として使えるかなと思って、購入しました。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで。またねー。